スレッチ広島は14か。日本代表に GK 大迫敬が8日に広島市内の病院で右手中央骨骨折の手術を受け、全治2ヶ月となることを発表した。大迫は今季 JH リーグ戦で全34試合に出場。来年1月1日に国立競技場で行われる TOYOGIRVSCUP2024 の対戦については、すでに怪我による損傷害が伝えられていたが、同月に開幕するアジアカップも欠場が決定的となった。アジアカップ終わった。あららを大事に。ベンチを殴っちゃったか。ザイオンか中村か。前川はないと思うが。俺球技大会でキーパーやったことあるからやろうか。ポテンシャルは間違いなくザイオンなんだろうが、経験なさすぎて公式戦のでかい舞台は怖いよな。シュートストップ能力なさすぎて無理だろ。ポリコレ枠で無理にゴリ押ししているが、後のポーランド代表監督が塩干しにしていたのわかるわ。森保はポリコレ枠ゴリ押しばかりしてリスクヘッジしてないからこうなるんだよな。ダブルハイもゴンダが怪我したらどうするんだ散々言われていたのに、中村じゃなくてダニシュミゴリ押ししたし、今回は中村は怪我明けな上ポルトガルはダブルビーないから呼べないし、一森とか鹿島の GK とか呼んでおけよ。公平な選考しないからこういう時に積むんだよ。夏か高岡を冷遇しないでちゃんと代表に呼んでいるだけで全然違ったろうに。前川が代わりに呼ばれるのか。ゴンダが J2 からこっちを見てる。ライオンはミス多いから不安だな。新潟の小島かな。大役はポルトガルで中村が復帰してるから問題なし。ライオンに重要な試合を経験させておくいい機会。